CD カステリオンはスペインカステリオンを本拠地とするサッカークラブ。2021から22シーズンはプリメーラディビシオン、フェフに所属している。16000人収容のノーエスタディカステリアをホームスタジアムとしている。1922年創設。プリメーラディビシオンには通算で11シーズン所属。1972から73シーズンに コパデルレイで準優勝を果たしている。同じカステリオン県にはビジャレアル CF がある。カステリオンにサッカーがもたらされたのは1911年であり、デポルティーボ、カスタリア、ジムナシティコ、クルトゥラル、セルバンテスなどといったクラブが存在していたが、1922年7月22日に CD、カステリオンが設立された。 何度かプリメイラディビシオンに上り詰めており、1941から42シーズンに初めてプリメイラに在籍すると、1942から43シーズンには史上最高位の4位となった。ビセンテ・デルボスケを要した1972から73シーズンにはリーグ戦で5位になるとともに、コパデルレイでは決勝に進出。デルボスケは後にレアルマドリードに移籍し、 同クラブの監督やスペイン代表監督にもなった。1983から84シーズンにはコパデラリーガで優勝した。1989から90シーズンからのに、シーズンもプリメーラで戦ったが、1990から91シーズン終了後に西軍ダディビシオン降格となり、1993から94シーズン終了後には西軍ダディビシオン B 降格となった。 2004から05シーズンは、セグンダー B で4位となり、昇格プレイオフに勝利して、セグンダ昇格を決めた。2005年から2006年にかけて、ベガルタ仙台から福田賢治が、レンタル遺跡で在籍していた。セグンダに5シーズン在籍したが、2009から10シーズンは21位に、勝ち点13離されて22位となり、セグンダー B に降格した。 2010から11シーズンはセグンダ B で10位だったが2011年7月18日給料未払いのためにセグンダ B から除外されテルセーラディビション強制降格となった。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他保有国籍もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。1選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。